は。農会センター算数課の佐々木でございます。よろしくお願いいたします。いきなり佐々木様と言われるとちょっと非常にこそばゆくですけれども、30分短い時間ですけれども、お付き合いの方よろしくお願いいたします。本日見えますか、スクリーン見えますか。ちょっと場内少し暗くしていただけますか。私がお話しするのは3点。一つは算数の授業の私なりの基本的な姿勢と、そして算数の入試問題。長くやっていますと、子どもたちがつまずく箇所というのがだんだん絞れてまいります。そのあたりをご説明させてもらいますので、必要に応じてお手元の簡単なメモで結構ですので、本日はお家へ帰って一つでも役立つようなお話を持って帰っていただければなと思ってご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。実は私が授業をする際にいつも思っているのは、私よりも算数を上手に授業する先生、子どもたちを上手に伸ばす先生、たくさんいると思っています。で、その中にあって、私ができるところは目の前の子どもたちを見て、どういうふうにこの子はアドバイスをしてあげたら、言葉をかけてあげたら成績が少しでも変わってくれるのか。例えば一番最後になります、テストは担当採点になりますけれども、私、農会センターでは、授業内で行われる小テストは必ず私が採点をします。集めて採点をすると3つか4つのことが分かります。1つ、子どもがどういった場所で筆算とか途中の式を書いているのかどうか。2つ目、筆圧、字の大きさ。3つ目、誤字脱字。子どもたちは制限時間の中でやると計算のことが頭の中にほとばしるわけなんですね。そうすると簡単な筆算の桁をずれてしまったりとか、0と6を見間違えるような数字の表記をしてしまったとか、それを授業のリアルタイムで、ここはダメ、それは直しなさいっていうことを授業の中でリアルタイムに伝えるようにしていってるんです。そういった地味な、今日のテーマ魔法とありますけれども、私はそういった地味な作業を継続してできるスタッフだと思っておるんです。一生懸命考えて宿題も出すわけなんです。ところがご家庭でこういった言葉を投げかけると、私の意図がしっかりと伝わらないケースがあったりします。まず一つ見てみますね。あえて出した宿題をさっさとしなさい。では全部見せますね。一つぐらいなんかざわざわしてしまいますよね。なんか一つぐらいあるような気がするんです。お子さんと目を合わせてもらっても結構ですけども、一つぐらいあると思うんです。で、これっていうのは、生徒職員に伝えると、これはなお父さんお母さんの本心ではなくてですよね、はい、君たちの感情を逆なでして何とかやる気にさせようとする言葉なんです。わかった、よし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 。でも大概はお互いを傷つけるだけの虚しい戦いで終わってしまうんです。だから私はこれを今日のテーマを、半分使うと、算数が嫌いになる魔法の言葉だと思っているんです。実はここにアンケートを持ってきました。これは農会センターの小学校4年生の女の子のアンケートなんですけども、ちょっと見にくいので読み合わせしていますね。誰にどんなことを言われたとき、やる気をなくしたりがっかりしましたか。誰から、パパとママ、どういう内容か見ていますね。 T1、 この T1 っていうのは農会で上位のクラスを表します。上位のクラスにも上がれないこと。2点目、成績が全部できるにならないこと。こっからがちょっとねずれてくるんですよ。3点目、
走りで1位にもなったことがないこと。4手目が悲しいですね。チビなこと。で、それをパパとママはどんなことがね、これもお父さんお母さん一生懸命考えるんだけれども、だんだんと悲しくなってくるようなことが聞こえてまいります。ママは少し期待しすぎたのかな。2点目。パパは4年ぐらいまでは全部できるだったんだぞ。つまりちょっとこう、お父さんの半分自慢が出てくるわけなんですね。そう、今笑顔で見られてますよね。笑顔ということは心当たりがあるんでしょうね、多分ね。こっからが切なくなってきます。3点目、お前もっと頑張れば1位取れるぞ。4点目、しっかり食べなさい。妹に抜かされるわよ。仕方がないですよね。でも実はこれをお勉強のことに例えると、実は学習するっていう目的が、その知識をたくさん頭の中に入れてそれができるようになるっていう高度な次元ではなくって、クラスを上がるために勉強する、誰かに抜かれないために勉強するっていうふうにちょっと歪みつつあるわけなんですね。で、算数の最終ゴールして私は入試問題だと思ってます。中学校に行けば算数はありませんので、そういうやり方で算数を勉強していて、最終の入試問題到達するか、いやいや、入試問題の算数っていうのはもっと繊細で緻密な作業がいるものなんですね。ではここでちょっとご紹介してみたいと思います。今年度の2016年度の大阪成功を例に例えます。で、まずこの大阪成功を見る前に確認しておきたいのは3点です。入試問題というのは満点を意識して取るものではありません。満点を意識して作られたものではないということ。なぜかというと、これは正答率が非常に低い難問が存在しているからなんです。そして問題難度と合格難度は関係がありません。だって入試問題を作っているのは人間ですので、奈良、聖光、東大にしても、ある時は簡単だった、ある時は難しかった、だから難しいから通りにくいかというわけではないんです。合格難度というのは競争率で影響を受けるものであって、そういうまず認識を確認してもらいたいのが2つ目です。そして問題の難度というのは苦手分野の偏りによるので、10人いれば10人ともに難度の違いというのは存在するわけなんですね。ある方は今年の問題は難しかったという、でもある子供はいや今年はそんなに難しくなかったというっていうふうな偏りがあるわけなんです。一概には言えないということ。では本日お子さんたちも参加してくれているので、ちょっと問題を見てみたいと思います。これが実際の入試問題です。一辺が10センチの正方形、いいですか。で、ここに注目すべきはこの直角三角形なんです。算数の入試問題においては図形は与えられている数字を利用する、そこが回答の糸口になっているんです。ここで直角三角形に目をつけますよね。すると複数直角三角形があるのが分かります。これが2対1になっている。10センチ、これが半分ですから1の2対1になっている。で、この同じ直角三角形がここにもある。なぜ同じと言ったかというと、角度が分かりませんので、こういうふうに印を入れていく。すると赤丸と赤い三角形を出すと90度になる事実、分かります、うん、こういう場面ではお子さんのうなずき方が非常に私は参考になるのでご協力をお願いしますね。いけるな、よっしゃ。ではこの青い三角形を見てみると、ここも三角、なぜか丸と三角を出すと90度なので、あそこ正方形の90度だからあそこは三角になる。だからこっち側の青いとんがった部分にはどんなマークがつくかというと丸、その通り。するとこの三角形は全ての角度が同じ。もう一本ここに線を引っ張ってみましょう。ここにも小さい三角形、黄色い三角形ができます。じゃあこの黄色い三角形の下側の尖った部分の角度にはどんなマークがつくかというと、つくと丸、その通り。ちょっと強引かもしれませんね。で、ここは三角になる。そうするとここに出てくる直角三角形には、最初赤で示した1対2というこの
関係が保存されているわけなんです。ではいきますね。ではここからです。何対何対何でしょう。一体その通り。ではここは正解4に当たるわけなんです。そうすると丸棒が10センチ、1丸が2センチというふうに繊細な作業を積み重ねていきながら成功というのは問題が作られているということなんです。よってここではキーワードは直角三角形の中で直角三角形というのが実は今年のキーワードだったんですね。でこの入試問題を迎える6年生までに私はこんなことを5年生の中でアドバイスをしていってます。まずは15分間毎朝計算をしてくださいって言うとえってなるので先生はこんな風に表現してます。朝練をしなさい。朝練をつい、方眼の音を使っている日頃は。でも問題用紙テストは白紙ですので白紙を利用しなさい。そして連想をしなさい。覚えなさいとはダメ、連想をしなさい。そして学習不足、ここでは勉強しなさい学習しなさいという若干リスクを背負うような二文字を作るんじゃなくて、勉強というもののリスクを背負わすんじゃなくて、やはり日常あふれている練習不足っていう言葉を使うようにしています。だから宿題忘れてきた、練習を忘れてきたっていう風な表現をすると少しご家庭内でも会話がトゲトゲしたらなくなりますので、一度試してみてください。これが小学校5年生までなんです。では今度は小学校の2年生3年生4年生これが先ほど予告したみたいに各学年のつまずく箇所なんですね。1点目は繰り上がり。じゃあちょっと繰り上がりの計算してみましょうか。すいません、長男明るくしてもらえますか。鉛筆持ってますか。鉛筆、鉛筆と修羅で持ってますか。ちょっと持ってる方はお付き合いもらえますか。まずどこでもいいよ、このファームでも裏でもいいよ、そういう使い方しましょう。まず先生に見せないで3桁の数を書いてみてください。もう、あ、すいません、いきますよ。もうちょっと明るくそう、あ、 OK の OK です。3桁で、この3桁の場合は、あ、これ使いますね。3桁は323とか、この数が近かったりしてはダメ。できれば531、このくらいの数とこのくらいの数がこういうふうに1と5ぐらい数が離れている方が理想です。書けました。3桁の数自由に書いてください。自由に書けたら、そうすると今度はこの3桁の数、自由に考えた3桁の数の1の位、100の位をひっくり返してください。先生やったら135、こういうふうにひっくり返してください。そうすると2つの3桁の数が出てきますよね。出てきますね。じゃあ今日のテーマ繰り上がり繰り下がりなので、この2つを引き算してください。大きい数から小さい数に引き算してください。先生に見えないようにね、見えないようにな。お父さんお母さんは見えないようにこっそりやってください。できました。そうすると3桁の数になりますか。最初1の位と100の位が近すぎると繰り下がりがあって2桁になったはずなんです。3桁ありました。3桁なりました、なった人軽く手を挙げてもらえます。 OK、 進行上ね、よろしくお願いします。ではここに出てきた3桁の数、これのまた100の位と1の位をチェンジしてください。また次はこの A、B とすると BA、 またここに3桁の数を作ってください。いけます。もう一回言うと、最初に作った数、1の位と100の位をひっくり返した3桁の数、それを足し算を、引き算をする。引き算をしてできた3桁の数と今度もまた1の位と100の位を入れ替えてください。できました。できました。じゃあこの2つ3桁3桁ですよね。この3桁3桁の数を今度は足し算してください。足し算4桁になったかな。
4桁に。3桁と3桁を足すと4桁の数になりましたか？なった人いますか？いますか？いますか？よし、よしよし。いい、いい。じゃあ、実は先生、昨日から君の答え授業をしているんです。こういうふうにすると、今のをすると大概今これで私全然この会場に対するアウェー感がなくなっているんです。最初は何やろ魔法の言葉みたいな雰囲気で見てはったと思うんだけれども、なんとなくそれっぽい雰囲気になりましたよね。だそうすると子どもはおおとなって授業に没頭できるっていう今場作りのものなんです。ですのでですよ、これは共感を共有するまでの感染動機を期待してます。先ほどおーじゃないですけど、ですから危険ですので、決してお家で保護者の方は真似をしないようにしてください。今のをお家でやったとしてもお子さんはだからっていうふうになります。それがやはり親子ではなく我々第三者が授業をする長所であることなんです。それで今代弁者としてここで説明会をしているということだ。これどうしますか？足し出してください。すると何も注意もなければ10の塊を作りますよね。では一つ簡単な例を出してみましょう。はい、ここにおはじき13579を足します。おはじきが1個ある、おはじきが3つある、5つ7つ9つ。さてここにはおはじきが全部いくつありますか？20、式はこうじゃないですか。すると先ほど先生が並べた1357911131517を九で計算をすると何かける何？9かける9の81で、でこれはどう？そうそう、数えるんです。答えは225。ここで低学年のお持ちのお父さんお母さんをお願いしたいんですけども、九の表は支援されているものは 9×9 で終わりますよね。終わってはダメなんです。十順が100、十一十十121、十三が169、十二が144、十四が196、十五は225までを覚えさせてもらいたいんです。でそれを覚えてこういった問題を指すことによって覚えていたからそれが得だったっていうふうな実際の経験がないと意味がないということなんですね。覚えてください。これどうですか？知ってる？じゃあ行きましょう。簡単な例はさっきの11、11が121。ここで筆算をするとこれ全て繰り上がりがないんです。繰り上がりがないので、この答えはなんときれいな 1,2,3,4,5,6,7,8,9,8,7,6,4,3,2,1 というふうなきれいな数の並びになる。しかもこれは電卓では計算ができない問題なんですね。っていうふうなことを経験をさせてあげるんです。すると子どものテンションは嫌顔にも上がってまいりますよね。続いてこれです。
これは全国の小学校4年生が最も正答率の悪い余りが少数になる割り算なんですね。ここでルーティーンを確認しておきます。はい、小数を消します。すると新しい小数点がここにつく、ここにつく。さあ、あとは普通の筆算をしていくだけですね。割り算の答えは19だから12余り19。違いますね。これはこの×マークのところから小数点がスーッと降りてきて、ここが余りの小数点の1になるんです。これは蛇口の法則と呼ばれる。だからここのルーティーンですね、必ず小数点を消すときには×を入れるっていう習慣が大事なんです。大事なんです。で、そういったことを実際の先日の私の小学校4年生の授業のノートを拝借してきました。見えますか？この子、ここに筆算してるんです。ちゃんとノートの下半分に筆算するコーナーをつけてやってるんだけども、残念ながら宿題の時にこれ間違えてるんです。この間違えた筆算をこの子はちゃんと是正をしてるんですね。それとどん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 と授業が、ごめんなさい、宿題が進んでいくと、このノートの利点は横式の数字、皆さんが普段使っている数字の大きさと筆算の数字の大きさが同じであるということ。これが筆算っていうのは普段使っている数字よりも小さくて、なんか申し訳ないような字で書くとダメなんです。筆算こそ答えを導くのに必要な式なわけですから、そこに遠慮はいらないということなんですね。では今度はノート鉛筆を置いて指でちょっと算数やってみましょう。指の右手でいいですか？皆さんは片手でいくつまで勘定できますか？普通は1、2、3、4、5までですよね。ですよね、うん、そういう機械の目で見てくれた先生めちゃくちゃ盛り上がるからな。先生実は31まで勘定れるんです。いいぞ、このリアクションいいぞ。では挑戦しますね。これは実は2を表すんです。じゃあいきますね。いきます。見える1、2、3、わかりますね。1、2、3、4、5、6、7。難しい。で、一気にまた30秒やってみますね。いきますね。いくな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31。だから連休ですよね。で、お父さん方ご家族とファミリーレストランに行くじゃないですか。で、お友達の家族で7人こう しづらいですよね。お客さんは何名様ですか？お父さんがこうした時にウェイトレスが7名様ですねって言うと、よっぽど算数の力のあるウェイトレスだと思います。まあもちろんまず入ってこれで7名っていうお父さんもお父さんだし、これで7名様を認識するそのレストランの教育水準が高すぎるんですよ。片手で7名まで計算をできるっていうことなんです。だからハワイのアロハってこうしますよね、うん、これ17を表すんです。だから17、これはいいです、これはいいです、これはいいです。で、こういうことは置いといたりして、やはり皆さん方が一番困って、悩むのは子供たちが持って帰ってくるテストの答案ですよね。で、その際に私が経験上思うのはこれ、子供たちって案外自分の都合を優先してやってるケースが多いんです。多いんですね。では実際の受験生の練習等は見てみたいと思います。先生すいません、ちょっとプラットでやっていきますか。これ実際の練習等なんです。私が採点してるんです。で、この子、うん、空白がありますけれども大丈夫。先ほど言いましたよね。
入試問題は満点を意識しすぎない正答率の低い難問が存在するので、ですからこれで十分合格点に至るまでの素晴らしい答案なんです。答案なんです。で、これを採点して、あ、得点がいいなで終わるんではなくて、今度私はだんだんとこの問題を至るのにどんなやり方をしていたのかまでも興味が湧いてきたわけなんです。これ、ある2人の方の同じ問題のメモをご覧に入れます。定規を使っている使ってないは別にして、このお子さんは長文の入試問題を非常に整然とこういう表に表して問題を解き切ろう、回答を出しに行こうという姿勢が現れているんですね。ところがもう一人の方、今お父さんお母さんが見られた時、見られた感想がそのままです。なんか雑然と書いてますよね。雑然と。で、この子に授業中確認してみるとこう言いました、僕は速さが非常に苦手、速さが苦手な僕が入試問題の長文なんかをたとえ書き出したとしてもできるはずがないっていうふうに自分の都合を優先してしまって、だからこれ数合わせ、なんとなく答えらしき数字が出るまで数を合わしに始めてるんですよね。そういったことを見抜いてあげたんです。そして、いや、そうじゃないっていうところからこの子の入試の指導が夏から始まった次第です。で、最後に算数を通して教えたいことをある人の言葉を使ってご説明したいと思います。読んでみますね。結果とプロレスは優劣つけるものではない。結果が大事ということはこの世界でこれなくしてはいけない。野球を続けるのに必要だから。プロセスが必要なのは野球選手としてではなく人間を作る上で必要と思う。負けには理由がある。たまたま勝つことはあってもたまたま負けることはない。これ、イチロー選手の言葉なんですね。で、これを算数の言葉に当てはめてみたいと思います。算数の得点とそれまでの授業や練習の質は優劣つけれるものではない。得点が大事というのは受験会でこれなくしてはいけない。合格を勝ち取るに必要だから。授業、学ぶ姿勢や練習、習得、修練が必要なのは受験生としてではなく人間を作る上で必要と思う。テストの失敗には理由がある。たまたまいい成績はあってもたまたま悪い成績はない。必ず原因がある。それを発見して治療するには答案を集めてリアルタイムにその筆算の位置、字を注意してあげること、そしてキーワードで連想しなさい、朝練しろよっていうふうな言葉で地味な活動を継続して行うことが今日の題名の私の魔法の言葉と私を思いながら、また明日からも、明日はちゃうわ、連休明け授業をしていきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。あ、どうもこんにちは。最難関算数担当の原田です。今日は、奈良高大寺算数入試分析ということで、まあ、あの毎年農会センター、3月ぐらい入試分析会をやってるんですけれども、今日は、それの、まあ、ダイジェスト版ということで、まあ、少しでも、そうですね、今日は子どもたちもたくさんいているので少しでも合格に近づくような話ができたらな、と思ってやらせていただきます。最後までよろしくお願いします。知るべきこと、私からは佐々木と同じく3点あります。では、行ってみましょう。1点目、まあ簡単に言うとこんな問題が出るのっていうことです。奈良とか東大寺の問題をちょっと見てみよう。ここはちょっとまず分析してみましょうかね。あ、ちなみに、子どもたちはどのぐらいの学年のか、4年生の子手挙げた、はい、5年生の子手挙げた、はい、6年生、はい、大体同じぐらいの人ですね。はい、じゃあ、お待ちください。今日はね、あんまり学年は関係ないです。はい、そういう問題をちょっとやってみるので、一緒に考えてみてはどうでしょうか。まあ、さっきの形の時みたいに反応してくれたら嬉しいんで。では、まず、ちょっとこれ、去年の東大寺なんですけれども、四角形があります。黄色い点があります。これ、文章を読んであげると、虫だそうです。急に入試問題に虫が出てくる。で、この虫は変な性質を持っていて、一番近い頂点に巣を作りますって急にこう文章に書いてあるんですね。問いその1、
これが東大寺の入試問題せーの、正解、まあ、多分ね、入試会場でもよし D って受験生が答えたと思います。次ちょっと上がるかな。次はどの頂点からも近くなるような範囲を動けると思います。じゃあその範囲の面積は、だから絶対 D が近いよっていう範囲を動くそうです。どんなとこかな、大体想像できるかな。ちょっとやってみましょう。これはね、いっぺんに考えるんじゃなくて、頂点一つずつと比べます。例えば A と D だったら、この半分側は絶対 D が近いよね、わかる。じゃあ次 C と比べようかな。じゃあこの上半分が絶対近いよね。次、B と比べようかな。次はこの斜めやね、斜めの上が近い。じゃあこの3つの範囲が全部かぶったところが求める面積やなっていう感じです。だからいっぺんに考えるんじゃなくて、一個一個こう切っていく感じやね、そういう感じで考えていくという。もちろんまだまだこれは東大寺の簡単な方の問題で、次の問題ぐらいがちょっと本気を出してみようか、変な形です。もう聞いてくれないですよ、どこが一番近いですか、聞いてくれませんもう分かってるね。さあどんな形になるでしょうか。これもさっきの一つずつっていうのがポイントになります、はい、A と比べてみましょう。次 B と比べてみましょう。次 C と比べてみましょう。次、D と比べてみましょう。 F と比べてみましょう。はい、全部で囲まれたところはここっていうふうに僕の面積を答える。だからまあ東大寺学園の問題っていうのはこの2点が多いですかね。突然変なルールを押し付けてくるのも多いです。まあ今回は虫ね、一番近い頂点っていう変なルール。で、2個目は、自分で図を描くっていうのがすごく出ます。で、今年はこんな問題が出ました。三角錐ですね。全部三角形でできた立体です。これはちょっと難しいですね。一本ビヨンと伸びます。そして、赤い線を取って、この赤い点で切る。さらに、この3つの点を通る面で切る。そしたら、この三角錐は、たくさんの立体に分かれたと思うんだけども、それの体積がどうなってるかなっていうふうなことを聞いてくると。まあ、結局は、普通の知識で解ける問題なんだけれども、ここまできっちり書くのには、これ全部自分で書かないといけないからね、かなりの、訓練が必要になるなということです。うん、他にも、まあ、物がゴロゴロ動いたりとか、回転したりとか、そういう、最初の状態からどうなるのっていうのを書かせるのが東大寺の傾向かなということです。じゃあ、ここ3年分どんなテーマが出たのかなっていうのをまとめてみました。文章題、家具の性質の問題、図形。2014年、文章題少ないんですね。ほとんど図形。しかもテーマが影とか色とか立体。これ全部自分で書かないといけない問題です。次の年。まあ、ちょっと減ったけど、やっぱり半分以上は図形。今年、まあ、やっぱり半分以上は図形ということですね。だから速さ、場合の数、図形、これがやっぱり出るのかなと。だからもう、角度がめんどくさいっていう子は、もうぜひぜひ、今からでも遅くはないので、角の練習はしてほしいなということです。はい、で、他にもね、東大寺はその、自分の作図がそのまま答えになるような問題があります。だから作図をしなさい。その作動を採点されるんです。実際の、子供たちの、近代の先輩ですね、が入試問題を解いた時のコピーです。上手。正解です。かと思えば、あららら、これは合っていてっていうふうに、これ同じ時期の子供なんだけれども、こういうふうに、丸と×で分かれてしまっています。もう見た目も全然違いますけどね。じゃあこれ、手先が超器用と、不器用くんが持ってたそうでもなくて、単純にこういう違いです。コンパスを使ったか使ってないかっていうことですね。だから、コンパスっていうのはそのきれいに書くための道具じゃなくて、正しい条件を勝手に書いてくれる便利な道具なんです。ここの頂点は絶対通るよとか、ここは通らないよっていうのをちゃんと針さえ刺せばやってくれる道具なので、ちゃんと文明の力を使って、きっちりと書く練習を続けてほしいなっていうふうに思います。で、さっきの、次は7なんですけれども、そのさっき東大寺の問題で三角錐をジョキジョキ切る問題があったんですけれども、実はその錐っていうのは奈良のお箱なんです。だから奈良の子たちにとってはさっきの東大寺の問題っていうのは、ああやったことあるっていう問題
逆に奈良の勉強をしない子どもたちにとっては、何この問題っていうような、そういうふうに奈良のすごく特徴的な問題の中についてがあります。で、奈良は水をこんな感じで出します。すごいですよ、これピラミッドがあります。逆さピラミッドがあります。そしたら、まあ、2つのピラミッドが重なるんですよね。でその重なった部分の立体がどうなってるかみたいな問題が、まあ、2日目の最後の問題になりました。どうなってるんでしょうか、はい、ちょっとやってみましょう。上の方、なんか緑だけの部分のピラミッド、下の方は紫だけのピラミッド、間はこんな風につながってる。で、まあ、カッコ2番、これ大門のカッコ2って書いてますけれども、カッコ2番はなんか途中の太さを求めなさいみたいな、途中の形はどうなってますかって聞く問題で、カッコ3はこれの体積を求めなさい。これはさすがにちょっと難しかったと思います、はい、ですね。だから、まあ、奈良もやっぱり作図問題たくさん出るんですけども、やっぱりちょっと一段階というか、はい、そういうレベルです。次、奈良のそのテーマではなく、問題の出し方の特徴的な例をやってみます。問題古いですね、1994年、あれじゃない、1日目の6番、ちょっと問題見てください。4年生の子はまだ習ってないかな、5年生の子は知ってるはずの文章。1個20円のつもり、欲しい個数のお金を持っていったんだけど30円に値上がりしてた。ああ、だから42個少ない数しか買えなかったな。さあ、持ってたお金は何円でしょう。なんかこんなもの見たことある人、はい、あるよね、あるよね、やらせてください。何さんですか、見えますか。見えない。さあ、詰め算、刷新算というのかな、4年生で習うような問題なんだけれども、これ一点数すごく簡単する。でもこれね、さあ詰め算でやってもいいんだけど、今日はいろんな学年の子がいるので、こういう解き方でちょっとやってみましょう。これ答えられますか。いや、公開するとかまだか。まあ、仮にお金を60円持ってました。まあ、20でも30でも割り切れるから、ね。そうしたら、20円のお菓子は何個買えますか。3個。30円のお菓子は何個買えますか。2個。ということは、個数の差は何個ですか。1個やね。そう、だからお金がもし60円持ってたとしたら、20円と30円の個数の差は1個になるわけです。でもこの問題は42個少なくなったっていうんだから、どうなるんだろう。お金がもし2倍だったら、ね、20円だから6個買えるし、30円だら4個買えるから、まあ差は2個だね、うん、ってことは、あ、42個の差があるんやから、お金も42倍して2520円かなみたいな感じが×なんですね。これで、この奈良の一番難しいところはこの漢字2文字なんです。異常。この2文字があるだけで異常に難しい問題になっちゃうんですね。でこの2文字が表しているのは考えられる一番安い金額を答えないといけない。だからこれより安くて差は42個になる場合っていうのがあるんだよっていうことを考えないといけないんです。本当かな？ちょっと減らしてみようか。差は41個だったら41倍だからこうです。2460円、20円が123個で、30円が82個、41個なんないじゃん。ここで1個、お買い物の常識です。お買い物。例えば、30円のお菓子を買いました。いや、29円出しました。そしたら、お菓子は買えますか？買えないんです。29円分だけあげるよとかないんですよ。だから、こういう事実に気がつくと、こっから、この2460円から、もし、20円だけ増やしたらどうなる。そうしたら20円のお菓子は1個だけ増えるね。でも30円のお菓子は増えへんね。じゃあこの時の差はちゃんと42個になるな。じゃあこれが答えっていうふうに、この漢字2文字問い方一つで難度を跳ね上げる、これが奈良の特徴ですね。で、なんでわざわざこんな古い問題を、出したかと言いますと、今年の奈良1日、まあ、これは速さの問題です。あとは、図形の問題です。この赤く囲んだところを見てもらうと、速さの問題でも図形の問題でも最も速くて最も遅くてっていう範囲を引いてるんですね。で、角度の問題でも最も大きくて最も小さくてっていう範囲を書いてあります。だからこの子たちは、
これっていろんな場合があるのっていうのを問題を見て初めて思うんですね。でその中のその条件が成り立つ一番ちっちゃいのと大きいのを自分の力で考えなきゃいけない。それが7の食い方、条件を満たす橋と橋という考え方になります。さあ、どんなテーマが出るのかなってやってみましょう。さっきと同じように文章題、数の性質、図形。1日目、やっぱり図形が多いんですね。半分ぐらいは。で、速さ、文章題、数の性質、場合の数になります。2日目、やっぱり割合的には、図形が半分ぐらいで、同じぐらいの割合で出てるんだなっていうこと。で、特に立体図形、場合の数っていうのは、まあ、合計したらやっぱり、7の点数は200点満点なんですけれども、そのうちの、まあ、かなり5、60点分を占めたりします。で、場合の数も、2日目で40点分くらい出ることもあるので、ここの2テーマでは大きくチェックです。そして、7、そうですね、やはり奈良の先生ね、その丸暗記してくる子は多分あまり好きじゃないんですよね。この問題はこうやって超便利な技をたくさん知ってる子よりも、この問題はどういう条件が集まってるんだろうっていうふうに物事の仕組みを考えてる子がやっぱり欲しいですね、はい、問題はどうやったら成り立つのかなっていう、さっきのね、20円と30円の問題みたいに条件を細かく考えられると、まあ、こういうのが奈良の子なのかなっていうふうに思います。続いて、試験計画ですね。じゃあちょっと比べてみましょう。東大寺、1時間で100点満点で、四角1番は、計算含んで独立証文が3問もしくは4問になっています。で、四角2から四角5は全部大問点で、まあ、あれですね、誘導発展形式の問題です。そして解答用紙、後でお見せしますけど、全問記述、解き方を書かないといけない。7みたいに書かなければいけないではないんですけど、書いてあったら答え間違ってても点数上げるよっていうふうに言います。加点用です。ただ、は1日目、2日目ともに60分100点満点。1日目は、独立証文だけです。だから1問1問が全部バラバラの問題が、11から13になります。2日目は、大問が全部で5つありますっていうふうに、完全に1日目と2日目では役割分担してるんですね。そして2日目にはやはり記述があるんです。で、東大寺と違うのは、記述を書きなさいっていう問題で、記述を書いてなかったら答えが正解でも×にしますというふうな、学校先生に言っています。その代わりちゃんと書いてたらやっぱり部分点はありますよということになります。じゃあ東大寺の回答用紙です。先ほど言ったね、四角1番の独立証文っていうのは左上の 4個の四角だけです。残りはこの白い空白は全部解き方を記述っていうふうになっています。だからきっちりね、日頃から解き方をまとめて書く、さっきの筆算ぐちゃぐちゃはダメだよっていうことになりますね。まあ、さっきのやつですけど。で、テーマはこんな感じですね、はい、先ほど言ったように図形テーマがドワババンと、60点ついてます。で、これね、2014年すごく難しかった年なんですけれども、ちょっと3つマークを覚えてください。青丸、これは試験中絶対取ってねっていう問題。勝負、これは多分試験中、受験生が多分半分ぐらいある問題かなっていう勝負の問題。難問、これはちょっと難しいから試験中は合わせなくていいよっていうマーク。このマークをちょっと東大寺で、ね、頭から注意つけてみます。ちょっと受験生の気持ちになってみてください。1の1番、当然計算です。ありますよね。次の問題、よしよし解けるぞ。次、難しいんです、ね、あのね、ヌーシリーズね、東大寺のアドバイスの時に多分塾の先生、まあ私も含めてかもしれませんが、四角一番は取ろうねっていう話をしてるんです。だって取れる問題があるはずだから。でもこの年っていうのは四角一番に結構難しいのが来てしまったんです。あー、カッコ3番、あー頑張った、難しかったけど、よし次カッコ4番はいけ、難しい受けない受けないんです。こういう並びの年があったんですね。そして四角2番、いける、いける、勝負だ、ここはいいですね。四角3番、いける、いける、解けない、解けない、へこたれず。次、4番、あ、これいけるぞ、勝負だ、解けない。これは普通ですよね、だんだん難しくなっていく。四角5番、いける、解けない、あ、じゃあもうこれ四角5番無理かな、めっちゃいけるって次に来るんです。あれ？で、勝負の問題が、で、最後は難しい。っていう風に、年度によってはそのバラバラだから、いけると思ったらいけないっていう風に、難しさの波がもう学
単学科の取り直しもあるんですね。これはもうさすがにときにくいなということです。だから先ほど、お話しあったと思うんですけれども、その取らないといけない問題っていうのをしっかりとその取っていく、選んでいくっていうのも目も必要だなということです。はい、比べましょう。これ、今年です。今年はね、こんな感じなんです。まあ、テーマはいつものごとく図形が多くて。マークいきます。いける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 。いけるいける。勝負いける、勝負、勝負気持ちいい。いけるいける、勝負、勝負頑張れる最後いける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 。っていう風に非常に解きやすいんです。だから最後の方が難しくなっていくから、子どもたちの予想通りですよね。じゃあこの年って合格するの簡単なのって言ったら、そうじゃないんです。取りやすいということはみんな取りやすいんです。だから純粋に算数の力の勝負になってくるんだよっていうことです。これは先ほど佐々木が言ってた問題難度と合格難度は別であると根拠ですね。次、長見てみましょう。1日目、問題用紙は2枚です。でテーマを見てと、まあ、オレンジが文章題で、緑がはず、紫が図形っていうふうになっています。だから1枚目にね、数とか文章題が並んでて、2枚目に図形がザーッと並んでいる感じです。ではさっきの関係つけてみましょう。いけるいける、勝負勝負勝負、難しい。1枚目の最後に難しいがくるんですね。ここで時間を使いすぎないようにしながら、ちゃんと2枚目の取れるところを取ろう。難しい、まだ頑張るぞ、難しい。ここでへこたれなかった子は次プレゼントが来ると、まあ、こういう構成だったのは、これが2015年、すごく平均では低かった年です。さあ、2016年です。つけてみましょう。テーマは、まあ似てますね。1枚目に数と文章で2枚目が付け。つけてあげると、難しい。2枚目、よし、頑張るぞ、難しい。あ、これ先ほど出てきた角度の問題ですけど、まだ難しい。そしてここをクリアした子はこう。これね、長く問題って毎年作ってる先生違うんですね。はい、どんどんその学年段が上がっていって、学年段を抜けた先生が作るという噂ですけど、はい、だから作ってる先生が違うのに、まあ、なんか似てるんですね、なんともなら。多分この辺で受験生、ちょっと使わせてとか、そういうその作戦の狙って方というのがちょっと似てしまったんでしょうか。まあ、でも、そうですね、来年この形かというそうではね、限らないので、だから2枚目の真ん中は絶対簡単だとか、そういう思い込みはちょっと危険ですよという話です。はい、まあ、2日目はね、どちらかというと、東大寺の形に似ていて、大問が5つです。そして、テーマは、こういう形ですね。やっぱり図形は2になります。40点分出ます。つけてみると、まあまあ、だんだん難しくなっていきたい。ですから、その時間配分で失敗するっていうのはあんまり残りにくい。で、カッコ1番は取らないといけないなということです。で、だから時間配分がしやすいがゆえに、純粋な算数の力が測れるテストだなということです。だから、まあ、算数の問題って、こういう問題の並びによっても全然難しさは変わってしまうということですね。ということでした。ちょっとまとめましょう。特にその、ね、今公開模試とか実力テストとか、そういうか、まあ、他の、ね、いくらでもいろんなテストを受けてると思うんですけれども、時間配分が下手くそが取れるところをボンボン落としてしまう、まあ、そういう声のちょっとアドバイスかなと思います。まず、予定を大枠に立てよう。あんまり細かい必要はないです。だから台本1と2が何分ぐらい、台本3と4が何分ぐらいの予定を立てておこうね。何を元に立てるのかなって言ったら、見直しを5分取りたいから何分で一周するみたいな、逆から考えようね。見たことあるかな。さあ、で次は難しい。予定は立ててみました。普通男の子守れません。予定立ててんけど、この問題もうちょっと解きたいと平気で時間をオーバーしてしまう。でもね、一生懸命勉強してる君たちが、考えて解けないんだから、多分それは難しい問題。じゃあ多分後でやった方がいいだろうっていう勇気、そして自分を疑うこと、計算問題、多分間違ってるだろうっていうふうにちゃんと修正すること。男子はみんな苦手です。でもそれをちゃんと克服していったら、まあ立派な受験生になれるよっていうお話です。最後にちょっと成長した受験生のを見せますので、続いて、3点目、もっと大事なこと。一言で言います。この学校に合格するには、どのぐらいの難しさの問題が必要なのかっていうのをしっかりと知ること。
しっかりとそれで学習をすること、それが一番大事です。このが3点目ですね。やってみましょう。農会センターはですね、その分析会で、入試問題を3つに分類しているんです。さっきのマークみたいな感じですね。絶対に取ろうねっていう問題、必須正答問題、そして勝負だっていう問題、難しいなっていう問題、おおよその正答率でいうと、必須正答は半分以上が合うだろう、難問は2割ぐらい未満かな、じゃあその間の問題が勝負問題だ。入試問題をこういうふうに3つのグループに分けて、我々は考えています。ちょっと、大阪製鋼を例に出してみると、こんな感じで青の部分を取ろう、赤い部分が勝負で、緑は試験中に取れなくても不利にはならないなという問題、これの横に東大寺を並べるとちょっと上に行くんですね。つまり、大阪製鋼の赤い勝負問題が東大寺だったらちょっと取れなあかんなっていう問題にちょっと変わっちゃうわけです。で、東大寺の赤い部分って言ったら、成功だったらかなり難しいっていうふうに見てもらいたいと思います。で、東大寺と灘でやはり同じようなことが起きている。こういうふうに学校によって、必須正答、合否分岐、難問っていうゾーンは少しずつ連れていくんですね。で、なぜこんなことをしているかと申しますと、やっぱり、授業で扱う問題というのは優しすぎてもダメですし、逆に難しすぎても力つきません。疲れるだけです。よってギリギリ痛気持ちいいぐらいの問題をしたい。で、そういう問題がまさしくこの赤色のゾーンなんですね。だから大阪製鋼を志望校する子には大阪製鋼の赤色ゾーンの問題、東大寺の子には東大寺の大きな向きの問題っていうのをしっかりと理解していく。これが最も子どもが賢くなる最短の道だと。そのように私たちは分析しています。で、一つの学校を見ても、年度によっても先ほど2014年は難しい、今年は優しい方の年だっていうふうに、必須正答と合否分岐の割合っていうのはかなり変わってるんですね。それをちょっとグラフにまとめてみました。東大寺学園、2010から2012の割合はこのぐらい。つまり、大体6割ぐらいは、取れるかなという問題、で、70点を超えるぐらいが勝負の問題、それよりは上は難しいよっていうのが大体の平均値です。そして、2013年、緑色が増えてるんですね。つまりすごく難しい問題が増えたで、2014年さらに増えて、しかも青色の方が減っている、つまり誰でも取れるというか優しい問題が減っているという。これはいろいろ中学受験の諸事情が絡んでいる子なんですが、問題がすごく難しくなって、じゃあ算数がすごくできる子ばっかりはどうなのかというと、そうでもなくて、こんなに難しい問題になっても突破していった本当に算数ができる子たち、おそらくその灘っていう学校を受けてきて東大寺を受けたような子たちであったりとか、逆にここまでテストが難しいと皆さんと同じ点数になっちゃうんですね。点数が潰れるというやつです。ですから、得意科目が、算数は苦手なんだけれども、国語とか社会が得意だぞっていう子がそこでがっちり取って受かってきた。だから僕の、2年間で入学した子どもたちっていうのは多分両極端である、そのように見ています。そして、学校側というのは、調整ですよね。このままではちょっと、力がちゃんと測れないなということで、2015年取りやすい問題を増やしていい感じになって、お、今年よし同じ感じでいくぞって言ったら、なんとこれ難問ゾーンがなくなってしまうんですね。そして、受験者平均、合格者平均を入れてみると、その前にそうですね、典型例がすごく増えたんです。だから、大阪製鋼を受けてきた子どもたちにとっては、お、いつもやってる問題だ、どうだでしょう、こんなやったことある問題が出るんだという形で、結構成功を、挑戦した子が、合格していったというのが今年です、ね。合格者平均、受験者平均を入れてみると、大体受験者平均というのはその青色ゾーンのところぐらいに位置するんですね。で、合格者平均は赤色ゾーンの途中で大体。で、今年は合格者平均はもう8割、9割とか、そういう世界になっています。以上、学校発表の資料だと満点が47人ということですので、少しまだ調整がかかるのではないかということです。2015ぐらいに戻ったらいいかなとは思うんですけども、まだもしかしたらということもありえますね。だから、どんな問題が来ても大丈夫だろうな、対策が必要かなということです。当たり前です。問題が難しいと平均は下がる、当たり前なんだけどとても大事なんです。続いて、7位1日目、
じゃあ、ならば安定しているか。これがまたね、ここ2年が、赤色の方がものすごく増えている。すると、普通に考えたらその勝負の問題数が増えたんだから、できることできないのがすごく点差が離れるんじゃないかと、思ったかもしれないんですけれども、あまりにも赤色が多いと皆さんその時間がなくて解ききれないんですね。だから、合格者平均は赤色が半分も取れないままで、止まってしまいます。つまり何が言いたいかと言いますと、やっぱり入試問題の難度ではそういう年々ガタガタ変わるんですね。でも大事なのはこの赤色ゾーンまでをきっちり解ききった子っていうのはやっぱり合格してますので、勉強しないといけない難度っていうのは変わらない。これを強く認識しないと結構子供がかわいそうな方になってしまいます。つまり最近東大寺の問題また難しくなってきたな、じゃあじゃんじゃん難しいことをやらそう、緑ゾーンの問題ばっかりを毎日させたとしたらどういうことになりますか。一問一問当然解くのに時間がかかります。しかも夜眠った今は何回やってもわからへん、だから身につきません、疲れます。でも宿題を出さないと先生とかお母さんに怒られます。無理やり宿題を終わらせます。そしたらどういう状況なのか完全に無視して高得っていうね、最後の結論だけを覚えたような勉強になってしまいます。するとどうなるか。この使用条件、この問題の時高得っていう、この問題の時っていう条件を無視してしまうと、高得だけを覚えてしまうと、とんでもない時に技を発動したりするわけですね。そしたら全然昔やったら解けたはずの優しいこともできなくなってしまう。だから、農会生徒は難問ゾーンを否定するわけではございません。当然授業では扱いますが、それは狙いを持って行っているものです。つまり子どもたちに根性をつけようとか、この問題はとても難しいんだけれども、このポイントは後々必要になるなとか、そういう狙いを持ってやっております。つまり基本はさっきの赤色ゾーン、合否分岐問題というのを中心として授業を行っているということです。その、これは取れないといけない、勝負が難しいという見極めを、やっているかいないかは非常に重要なことだと思います。これをやっていると、その年度によるその入試問題のプレに、対応できるということですね。私たちが使う、6年生で使っているこのテキスト算数大全というのは、1個のテーマにつき4レベル分かれていて、それぞれの学校の合否向き問題がガサッと、集まったテキストでございます。さあ、まとめてみましょう。1点目、出題傾向ですね。東大では作図だ、点を鍛えていこう、頭の中で解く、それはダメだっていうことです。ただ、範囲の話をしました。場合と立体を頑張りましょうということです。じゃあ、そこはどうやって鍛えられるの。農会センターでは、東大寺用専用教材、そして、アルファチームでは、灘用特別教材、オーダーメイドカリキュラムって書いてますけれども、これ毎年、入試の傾向とか、そういうのに合わせて、あとは子どもたちですね、合わせて作り変えてるんですね。そういうふうに、一人別の、年度別の、カリキュラムを組んでおります。そして、先ほどのね、問題形式配置、どちらも記述があるよ、段から解き、あとは整理しようね、ノートはぐちゃぐちゃじゃないかな、マス目は守ってるかな、この辺の話ですね。今うなずいた、うなずいた、持ってる。はい、時間配分は予定を決めて実行して修正しよう、これがなかなかできないんです。で、この会社の方はこのようにテスト演習の専用コースっていうのが日曜日、あとは集結特訓ございます。だここはそのテストの解き方っていうのに焦点を絞って、ガシガシと指導していくということです。ちょっと、明るいニュースですけれども、6年生の1学期解き方がこんな、入試直前同じ子ですよ、こんな、ちゃんと成長するもんです。でも7分とか書いてるでしょ、これは7分をオーバーしたら時間が足りなくなるよという印ですね。こういうふうに時間も意識できるし、これは東大寺ですからちゃんと解き跡も残さないとということで書けるようになると。だからこういうね、丸2の講座、テスト演習専用講座というので、受け方をしっかり鍛えていると思います。で、最後、合格難度を知る。一番賢くなる難度というのをこちらは、掴んでいます。それはさまざまなデータであったり、一問別正答率であったり、そういうものを使って一番その子がいた気持ちいい問題を与え続けているということです。分析会というのを毎年行ってますが、それもこの合否分岐問題を絞り込むという活動の一環でございます。
このようにして、3つの大事なことがあって、農外センターはそれぞれにきっちりと対応している。そして、1人でも多く、合格者を出そうと、頑張ってまいりますので、今後ともよろしくお願いします。